はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。楽院実況チャンネルへようこそ。楽院融合の竜です。楽院融合の竜ってなんだ。今回なんですが、ブラックマジシャンデッキがですねめちゃくちゃ強化されたんですよ。実はですね、この楽院融合っていうこのカードなんですが、これね、いろんなモンスター出せるんですけども、有名なのはこの竜騎士ブラックマジシャンが出せるんですね。これブラックマジシャンプラスドラゴン族モンスターっていう融合召喚になの条件になっていて、これアルバスがそもそもドラゴン族なんでね、要はブラックマジシャンを用意すればいいから、適当にルベリオン出したらもちろんもう出せますし、融合住人生物光るときはコストなしでアルビオン召喚してアルビオン効果で墓地のアルビオンと墓地の融合住人生物とアルバスの楽園除外者出るんですよ。要するに1枚から出るってことです、楽園融合。つまり楽園融合イコール竜騎士ブラックマジシャンっていうことなんですよ、要するにね。ってことはですよ、あとはブラックマジシャンムーブすればいいんですよ。何が起きるかっていうと、今までは結構大変だったんです、ブラックマジシャンの展開の中で。竜騎士ブラックマジシャンを出しながら陣と魂を揃えるっていうのが、これが結構できるようになりました今回から。言うてやっぱ3枚コンボ的なとこあるから、ブラックマジシャンできて事故るけどさ、言うてただかなりね決まりやすくなったし、あと楽園融合さえ打てれば一応妨害用意できるんで、ミラージェイドっていう。なので最悪ね、最悪、ブラックマジシャンができなくても妨害ができるということですよね。はい、これがやっぱ素晴らしいですね。で動き方としてはやっぱりブラックマジシャンのトライアングルを作っていくのが最優先。ブラックマジシャン、それから黒の魔導陣、それから永遠の魂っていう、この3枚を、どんだけ早く盤面に揃えることができるかっていう、これが、ブラックマジシャンの全てなんですけれども、このギミックにプラスして楽園融合を打つと、竜騎士ブラックマジシャンが出るから、こちらに竜騎士ブラックマジシャンの効果皆さん知ってますか？これバレ強いですよこれ実は。一応ブラックマジシャンとして扱うっていう効果があって、これによって永遠の魂の効果とかでね守れたりするんだけども、ブラックマジシャンさんとして扱うにプラスしたらに、このカードが、モンスターゾーンに存在する限りフィールドの自分のフィールド上のマジックトラップカードは相手の効果の対象にならずに効果では破壊されないっていうね、これが本当に強い。やっぱねブラックマジシャンデッキの弱点、結局陣と魂を破壊されることなんですよ。やっぱりブラックマジシャンって、バニラモンスターだから、もうそもそもここがないと終わらしにならなくて、ここがないとやっぱ相手のターンで除去したり特殊召喚できたりできないんですよね。なのでここをやっぱ破壊されるっていうのがもう本当に辛くて、ブラックマジシャンってこれをねやっぱ守ってくれる竜騎士が1枚から出るのはさすがに革命、さすがにそういうこと。はい、で今回は一応ですね、デッキ枠パンパンになるんですよね、これギミック。なのでちょっと誘発とか墓穴とかなんかマスターとかそういうの入れられないんですけど、ブラックマジシャンデッキってやっぱどうしたってねコンボデッキだからね、やっぱガチ構築にはならないよね。そういうの入れると事故るから、コンボデッキだから。ただやっぱパワーは上がっていて、その上振れた時には竜騎士ブラックマジシャンと陣魂みたいなのができるんで、言うてねランクまでもワンチャン勝てるぐらいのレベルにはなってると思う。はい、楽園優雅が強いしね。はい、というわけで早速ねこの竜騎士ブラックマジシャンプラス陣玉の動きをね見せていきましょう。デュエルスタンバイ。あー強そうなハンドですねこれ。これは強そうなハンドですね。どこから行くのがいいかな。アレベル召喚かな。発動かな。これ確率上どこが一番早いあれなんだろうな。一旦マジシャンズソウルズパイセン行くか。パイセン行って特殊召喚しよう自分で、ブラックマジシャン墓地送りながら、マジシャンズソウルズ特殊召喚でアルベルを召喚、効果発動。はい、で楽園融合を手札に加えていく。でだな、黒の魔導陣を発動。黒の魔導陣の効果によって指定の絆あんの？これ指定の絆これ強くねこれ。あれこれ指定の絆これ強くねこれ。あれこれさては強くね。で楽園融合発動。楽園融合の効果、ここは一回アルビオンでいっか。アルビオン行きましょう。融合住人生物光とアルバスの楽園を墓地に送ってアルビオンを融合召喚、そしてアルビオン融合召喚成功時効果発動。
これが令和の闇遊戯ってやつだよ。令和のアテム、令和のアテムはね、なんかあのデッキ融合してくるから普通に。令和のアテムはデッキ融合が得意だから。さあこれで楽園融合の効果によって勇気士ブラックマジシャンを1枚で特殊召喚していく。うおつえっ、ほんとに強い。さあそして指定の絆発動、指定の絆によってブラックマジシャンが存在する場合、デッキからブラックマジシャンガールを特殊召喚し、ブラックマジシャンまたはブラックマジシャンガールの必殺技カードをセットできる。これによりブラックバーニングマジックをセット。これは元々のカード名がブラックマジシャンまたはブラックマジシャンガールが、またはっていうかブラックマジシャンとブラックマジシャンガールが存在する場合、相手のフィールドのカードを全てぶっ飛ばすことができる。最強カード来た。ブラックマジシャンではあるまじきなんか2妨害から構えられてるのこれ草。そしてあのブラックマジシャン最強の場面と言われているこの人魂竜騎士っていうこの最強のトライアングルね、このトライアングルはさすがに強いでしょう。さあソリッドマンなるほど、ソリッドマンなるほど。さあビジョンヒーローファリスの効果によって手札一番墓地に送ってファリスを特殊召喚していく。 OK、 いいじゃん。10代なかなかいい展開してんじゃん。ちょっととりあえずね、ルークシブラックマンシャンとかあのブラックマンシャンはねもう最後の最後まで取っておいた方がいいんで、あの永遠の魂はもうほんと究極に引きつけてから打ちます。はい、展開長そうですねこれ。もうヒーローお決まりの動き結構長いですから、ね、ヒーローはヒーローヒーロー、ヒーローくん結構すごいね展開力で。やばい、なんだこれ、3体あ、取れ出た、赤い水星来た。やばい、これ竜騎士ブラックマジシャンの打点を抜きに来たぞ。竜騎士ブラックマジシャンを抜きに来た。なるほど、わかんない、セットカードは永遠の魂って読んでんのかな。あの魂があるとですね、あの竜騎士ブラックマジシャン効果受けないんですよね、あのブラックマジシャンなんで。なんで、まあ、単純に打点で抜けばいいんですけども、打点高すぎ問題が発生しますね、ヒーローくん。で、エアーマン特殊召喚、おっと、エアーマン効果発動、なるほど。フィールドのマジックトラップカードを選んで破壊する、あ、どうぞ。破壊できないですけどね。竜騎士ブラックマジシャンの効果によって、魔法トラップカードは全て効果の対象なぜ、効果で破壊されない。まあ、選んでるから対象にとってねえが、破壊はされないぜ。残念だったな、10代。10代、テキスト読んだ方がいいぞ。10代、テキスト読むことだな。アダスタゴルド、何まだ手数あんのか。やばすぎる。このデッキ、手数多すぎるだろ。ふざけるな。ダークコーリング、やばい。これ、あれか、マリシャス・ベインも入ってるやつだな。いや、マリシャス・ベインはですね、ブラックマジシャンガールを吹き飛ばされる可能性があるんで、出てきた瞬間にブラックマジシャンを出さざるを得ないですね。さあ、ダークコーリングの効果発動。ダークオリングの効果によってイーブルヒーロープラス何らかのヒーローを除外して、まあ、多分これマリシャスベインでしょうね。マリシャスベインくん、うわー出てきた、覇王10代来た。10代かと思ったら覇王だった。闇落ちしてる。とりあえずこれはもうあいつはもう絶対に除外してしかない。やつはなんか効果発動されて全部プパされるとブラックマジシャンガールがいなくなるからフィールドから、つまりブラックバーニングマジックも打てない。うわー行け、ブラックマジシャン。そしてブラックマジシャンが特殊召喚成功した場合、クロマド人の効果発動、今日の魔人の効果によりイブルヒーローマライシャスベインをゲームから除外していく。うわー、よし。ちなみに永遠の魂があったらあのアブソリュートゼロとかであの破壊されないぜ、ブラックマジシャンが効果受けないから。メインフェーズ終了前いいだろう。バトルフェイズ、さあかかってこいよ。うわー、ブラックバーニングマジック、うわー相手のフィールドのカードを全て破壊していく。つえーつえーで強いんだ。エンドフェイズ、アルビオンの効果を発動。アルビオンの効果によって楽園系のマジックトラップカード1枚を手札に加えていく。うわ、楽園融合を手札に加えていく。よし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 、これは分からせられた。これ完全に分からせた。あ、マジシャンズロット強い。マジシャンズロットは強い。マジシャンズロットがいいカード最強か。じゃあ10代散々パラクソナゲストルティア見せつけてきやったからよ。俺もクソナゲストルティア見せてやるよ。かっこ短いです結構。とりあえずサルベーションを手札に加えていくぜ。そしてサルベーションを発動するぜ。カードを1枚セットするぜ。もちろんこれで永遠の魂をセットしていく。さらに楽園融合は打ちたいですね。できるよね、楽園融合は打ちたい。これ並んだだけ融合お兄さん出してえな。並んだだけ融合お兄さん出すには新元竜ルベリオンを、出しに行って、
ここは、まあ、何でもいいんだけど、ブラックマジシャン墓地を送っとくか、ブラックマジシャン墓地を送って、あればその楽園墓地を送っていく。で、ルベリオンを守備。でだ、ルベリオン効果発動。ルベリオンの効果によって、手札を1枚墓地に送りながら、融合召喚をすることができるぜ。これでアルバス戻す、まあ、アルバスじゃない、これは、ガンスと並んだだけ融合、アルティメット並んだだけ融合 お兄さんを出していこう。アルティメット並んだだけお兄さん、ちょっとこの人どっか行ってもらって一回戻して、でだ、ソウルズだな、こうだな、これで融合で、アルティメット並んだだけお兄さん出していく、よしいいぞ。そして永遠の魂の効果を発動。永遠の魂の効果によって墓地のブラックマジシャンを特殊召喚していくぜ。現れろブラックマジシャン。さらにブラックマジシャンの特殊召喚成功時、マジシャン、そうかそうか、こうじもいいのか、ブラックマジシャンズの効果とマジシャンサルベーションの効果を発動する。自分の墓地よりブラックマジシャンガールを特殊召喚することができるぜ。師匠は弟子を呼び戻すことができる。墓地よりよみがえれブラックマジシャンガール。すげえこの盤面見て。ちょ見て。ブラックラーリング。ブラックマジック。ブラックバーニングマジック。湯気ブラックマジシャン。ブラックマジック。やべえ。神デッキできてるわ。これ神デッキできた。まあ悪くはないですが、相手の展開によりますな。これはやっぱりですね、あのソウルズとロット系なんですね、ブラックマジシャンっていうのは。結局なんかソウルズとあのロットがあのないとお話にならないといったところがありましてですね。あ、楽園開幕ね、 OK。 さあ一旦楽園開幕で挨拶をしてくると、はい、で手札を一枚ポチ送って、ブルーアイズだ、出た、楽園聖眼じゃん、楽園聖眼来た。まあ、僕もねちょっとあの動画作ったのでよかったら見てほしいんですけども、あの楽園融合めっちゃ強いですからね。あの聖眼ってさ、あのメインギミックバチクソ弱いじゃん。バチクソ弱いんですよ聖眼って。でも楽園融合があるとかなりパワーがあるんですよね、相手の除去能力も上がるし、後続用意することもできるし、まああのブルーアイズサイナーも出せるしね。そして非常に強力なあのサポートになってますね。そして楽園融合多いだろう。さあ楽園融合の効果によってデッキから融合召喚を行う。これはおそらく対価の白石を送ってくるスタイルだな、聖眼だからな。楽園聖眼も結構楽しいですけど、まあ別に強くはなくてね、ちょうどいいんで、なんか割と、まあ、ミラジェイドちょっとあれだけども、ミラジェイド出さなかったらフリー対戦とかなんかあれなんじゃない、持っていけんじゃない多分。楽園開幕してさ、なんか適当にさ、ブルーアイズサイレントラップなんか出してていいんじゃないの。タイランド先行出すもんじゃないけどな。さあアルビオン来た、はい、いいでしょう、アルビオン来た、太鼓の白石 OK、 いいだろう。でアルビ効果、太鼓の白石、アルバス、アルビオン、デスピアだから、まあ何が出るんだこれ、ミラジェとか普通にミラジェ君かな、はいはいはい、ミラジェイド君ね、 OK、 いいでしょう、ミラジェイド君出てきました、 OK です。まあ、ここまでは様式美ですね、現代遊戯王というか、今マスターデュエルの、まあ、あの様式美みたいなのがありますね、これね、はい。で大化の白石の効果によってブルー出た、ブルーアイズジェットドラゴンだ、かっこいい、美しい、かっこいい。さあ聖眼 VS ブラマジ、相手にとって不足はないぜ。まずは黒の魔導陣を発動するぜ。黒の魔導陣の効果発動、黒の魔導陣の効果によりデッキトップを3枚見て、ブラックマシャ系のマジックトラップカードを手札に加えていく。いいぞ、魂はいい、非常にディモールといい。そしてこれはどこから入るのが正解だ。とりあえずソウルズでブラックマジシャンを出しに行ってだな、まあ、ミラジェ除外しに行くしかないか。ミラジェイド、ブラックマジシャン除外するのめんどくせえな。まあ、ちょっと行くしかないか。ブラックマジシャン特殊召喚、はい、ミラジェイドほっといてもね、いいことないからね。ミラジェイドの効果を踏みに行くしかないよね、これね。で、ブラックマジシャンが
特殊召喚に成功したため黒の魔導陣の効果を発動するぜ。俺の切り札にして最強のしもべが特殊召喚成功した場合、お前の切り札を除外させてもらうぜ。おい、カイバー、お前のアルティメットドラゴン、なんか凍ってるぞ。お前の新しいブルーアイズモンスターなんか凍ってるぞ。うわー、ブラックマジシャン、俺のブラックマジシャンが、くっそ許さねえ。ミラジード君の効果で、エンドフェーズ全部っぽが入るとかいうヤバすぎる効果、いやー厳しいですね。マジシャンズロットを紹介しましょう。さあ、マジシャンズロットの効果を発動するぜ。マジシャンズロットの効果によって何らかのブラックマジシャン系のマジックトラップカードを1枚手に書いていく。これは融合くせえな。しもべガチで意味ないからね。今ブラックマジシャン、最強のブラックマジシャンが除外されちゃったから、ミラジード君でおかしいな。バトルして一回殴ってに行くしかないか。並んだだけ融合を出しても無事ブルーアイジェットラゴンなんか突破できないんだけど。打点高くね、あいつ打点高くね、なんかおかしくね。3000とかいうさ、3000でなんか、しかもさ、殴るとなんかバウンスしてくんだよあいつ、カードおかしいよな。対象に取るからよ一応、まあ、竜騎士ブラックマジシャンさえ出せればなんとかなんだけどよ。とりあえずセットだなこれは。どうせ吹っ飛ぶから、ぶっ飛んでブラックマジシャンのブラックマジシャンから出てきたところで何も起きないしな。エンドだな。オッケー、これでエンドフェーズ杖どっか行く。さようなら杖さん、短い命でしたね。非常に短い命でした。非常に短い命でした。さあ、楽園融合を回収していく。いや、またこれミラジェイドおかわり来るんだよな。これミラジェイドおかわり来るんだよな。一応ブラックマジシャンが出せて、でブラックマジシャンとロットとかで、ブラックまたはブラックマジシャン、ブラックマジシャンとかで一応、ブラックマジシャン図は出せるんで、モンスターは用意はできるんですけど、だここね、海馬くん、令和の海馬くんのこの殺意がどのぐらいかですよね。この津田犬ちょっと殺意が高すぎまして。ミラジェイドとかいうなんかぶっこりモンスターしてくるから、ディーボブルーアイズ、あ、間違えた、ブルーアイズオルタナティブとブルーアイズホワイトドラゴンを手に加えていく。で見せつけて、これ特殊召喚までありますね。はい、見せつけ特殊はこれレベル8に並ぶとやばいことが起きるから、ミラ、これね、ディンゲルスが一番やばいんですよね。選んで墓地を送るとかいうなんかクソみたいな効果が発動されると、ガチでやばいので、魂打ってねえ、ジェットドラゴンかな。これどちらかというと、さあブラックマジシャンを特殊召喚していくぞ。なんかまたこいつ除外されそうじゃねえ、なんかミラジェイドで。さあいけ、ブラックマジシャン、魂のブラックマジシャン特殊召喚成功時、黒の魔導陣の効果、あ、ジンの効果で、あれだな、リリースする説もある。いや、やめとき、やめとこう。これ、リリースしたんだか、ワンキルされそう。あ、でも、どっちにしてもミラージュで飛んでくるのか。あ、でも、それはチェーン、あ、でも、チェーンできないか。これは厳しいな。一応、ブラックマジシャン残しておいたので、融合はできるけども、だからといって、融合したらミラージェル飛ばされんだよな。楽園融合きたー、楽園融合きた、負けたくせー。海馬くん、海馬くん、ちょっとパワーカードすぎるよそれ。そのカード絶対おかしいんだよな。このカード毎ターン毎ターンミラージェル出てきてさ、毎ターン毎ターンブラックマジシャン除外されるのクソきしょいんだけど、いやーこれブラックマジシャンリリースした方がよかったかな。でもリリースしたらリリースしたら結局でも同じだしな。なんかミラジェイドの効果どっかで使わせないとあれだよね。だってまたミラジェイドの効果生き残ったまんまこっちのターン帰ってくるとさ、返せないじゃん、もうそれはそれでね。だからもうこれはこれでいいと信じたい。さあブルーアイズジェットドラゴンとブルーアイズを戻しながら、あ、タイラント来た、出た、あ、ミラジェイドじゃねえ、ミラジェイドじゃない、タイラントや、やつは殴れねえ。太鼓、あ、オッケー。除外して、ブルーアイズモンスター回収ね。ブルーアイズオッケー回収、オッケーいいでしょう。リベリオンは殴れねえから、今、オルタナティブとタイラントしかなくて、6400しかない。いける、耐えた、耐えたんじゃないか。ミラジェイド1枚構築だな、これ、さては。おそらくこのミラジェイド1枚構築。ミラジェイドだったら、はい、だって出してるもん、絶対。よし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 、耐えてる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 。
よっけ、生き残った。カイバくん、ミラージェイドは2枚入れた方がよかったんじゃないの。カイバくん、ミラージェイドは2枚入れた方がいいと思うよ俺は。さあとりあえず対価の白石の効果によって、いやこれねマジで、あでも白切れるやばいわ、白切れるやめて。あジェットはいい、あぶねー。なんか噛み合ってる、なんか噛み合ってる、なんか俺が言ったモンスターあんまり出てこない。あればその楽園来た、なるほど、あればその楽園、あればその楽園強いな、あればその楽園強いな、あればその楽園は相手のモンスターばくて、こっちがミラージェイド出せるぞ。これ強いんじゃないか。これはとりあえず A の魂の効果を発動するぜ。 A の魂の効果によってブラックマジシャンを特殊召喚し、そしてブラックマジシャン特殊召喚成功時効果を発動。さあこのジェットドラゴンとかいうモンスターには永遠に除外されてもらおうか。このクソジェットドラゴンがよ、ジェット機のくせしやがってよ、ドヤ顔出てきやがって毎回毎回、どっか行けお前は。でだ、そして指定の絆を発動していく。指定の絆の効果発動、指定の絆の効果によりブラックマジャンガード特殊召喚、うわー、そしてブラックマジャン特殊召喚成功時効果発動、できたらブラックバーニングマジックをセット、 OK。 そしてそしてってだな、アルバスの楽園召喚だな、これ。アルバスの楽園の効果発動するぜ。手札は一枚墓地のフリー。お前のフィールドの融合モンスターを取りにして、お前と、あなたと私で超融合。うわぁ行け、楽園竜、史上最後の楽園竜、飛剣竜、ミラジェイド融合召喚、うわぁおらぁ、ミラージェイド使えるのは何もお前だけじゃないんだよ。オリベル、何ダリー、無効にしてくるんならそれは仕方ねえから撃つしかねえが、ミラージェイドの効果発動するぜ。ミラージェイドの効果、アルビオンを墓地に送って相手のモンスターをゲームから除外していく。トラチカのオルタナティブとかいうモンスター除外してさせてもらうぞ。消えろお前も、ほら、よし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 、これでバトルフェイズか、何出せんのこれ。あ、リンク出せんのか、一応リンク、リンク伸ばせるのかこれ。アクセスしまで一応いけるが、キルは取れないか。1枚、2枚出して3枚で4枚で、あれキルは取れないね、キルは取れない、キルは取れないんだったらこのままの方が強いだろこれ。いくぜバトルフェイズだ、行け、ミラージェイドでバチクルとルベリオンを破壊、さらにブラックバーニングトゥ、そしてブラックマジック、よし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 、これは返したんじゃないか、これは返したんじゃないか、これは返した。そして一応俺はブラックバーニングマジックが残っている。融合して、いや融合してもあんまり意味ないもんな、今あんまり意味ないもんな。ミラジェイドとかいうモンスターで出てこないから絶対もう相手の敵から、これはもう耐えてエンドでいい、これ。いやこのデュエル疲れたもう。よく返しただろ俺、よく返したと思うよ。アルビオンの方が圧倒、 OK 高速も用意できる、なんとかなる、なんとか耐えろ、楽園融合だ、まだ楽園融合俺打ってねえのか。これで形勢逆転だろ、さあかかってこいよ。ミラージェの大先生は効果が今起動できないけどな、何の効果も起動できないけどな、今な、ただのバニラ3000だけどな。タルム、やったー、疲れたー。